こんにちは、日本改革党靴沢です。黒様、僕平昌様、ロビン様、おいさん様、津島陽子様、お手紙も太子様、お手紙も八島様、お手紙もご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。今日ちょっとですね、原宿に行く用事がありまして、トルコ大使館に寄ってまいりました。ここの前でですね、2015年10月25日にですね、トルコ人とクルド人が殴り合いまして、何十人もずつで殴り合いまして、でね、鎮圧に駆けつけた警官隊もボコられて、大問題になった事件がありました。警官2名を含むですね、12名が負傷してですね、うち7名が、救急車で病院に搬送されたっつ、何十人も。これ原因はですね、なんか大統領選挙で在外投票、なんだけど、その、現政権の、与党、クルド人はクルド人で、野党、61人で野党を作ってるんですけど、まあそれとですね、与党支持者が揉めたみたいなんですよ。これ日本だけじゃなくて、イギリスだの、アメリカの大使館の在外投票でもやり合ってんだって。日本だとね、いくら共産党員が凶暴だとしても、選挙の投票所で、喧嘩したりしませんよね。殴り合ったりね。あとね、クルド人でも大統領選挙に投票できんじゃんか。だったら弾圧されてねえじゃん。っていう証拠にもなりますね。嘘ばっかついてね。まあ、クルド人ども、あですね、日本人死ねって言ったクルド人どもの声に耳を貸す必要は全くなくなったんですけれども、クルド人に配慮する必要が全く消滅した。日本人死ねって言ってる相手になんでそんな配慮しなくちゃなんねんということでね。でね、最終的に機動隊員も駆けつけて大騒ぎになったんですけれども、警視庁で問題になりました。これね、警官隊の指揮官はですね、白い指揮棒っていうのを持つんですけど、指揮官もボコられて、で、指揮棒も奪われたっていう大失態で、警察メンツ丸つぶれ。当時のですね、私の担当の公安さんが、ハーハーしながら、すごい問題になってるみたいなことを教えていただきました。近所のお店、の人の証言だとですね、今でも、しょっちゅう騒いでるよっていうんですよ。私もここにですね、何十人もの、連中がたむろってんのを目撃したことあります。子供も女性もいたな。何たむろってんだろう、100人近いけど、不気味だなって、思った覚えがあります。自転車の交通違反に反則金閣議決定。今までこれなかったのかな。信号無視6000円、一時不停止5000円。これ罰金と違うんで、反則金は、免許持ってない人にも、からも取れる。例えばね、タバコのポイ捨て、軽犯罪ですか、とみなされるんじゃないですかね。右側通行、歩道通行、6000円。歩道通行、もっと重くしてほしいな、危ねえから。遮断機、踏切、遮断踏切、立ち入り、7000円。横断歩行者妨害6000円。ブレーキ不良者、6000円。スマホ使用1万2000円。いきなり高いですね。まあ、危険度から言って、これ一番危ないような気がします。緊急車妨害。救急車とか消防車とか妨害5000円。傘差しなど危険運転5000円。なんかもうちょっと高くてもいいような気すんな。この金額で抑止力になるのかな。ウーバーの危険運転でヒヤッとしたこと何度もあるんで、これは歓迎いたします。例えばですけど、外国人にぶつけられても怪我しても、逃げられたり帰国されたらかなわんしね。自転車に思いっきりぶつけられたら下手したら死にますしね。外国人の多い地域の方、
危険自転車に警戒を、あいつら賠償金踏み倒して逃げます、帰国します、帰国しないまでも逃げ回ります、払う気ありません。そういう目に遭った方が何人もいらっしゃいました。これは自動車事故の方ですけれども、自動車に自動車ぶつけられて、泣き寝入り、いう方何人もいらっしゃいました。まあほとんど日本人なんだろうけど、チャリンコ乗ってんの、これルールわかんないですね。例えば今の小中学校だと自転車に乗った場合の交通ルールとか学ぶらしいんですけどね、学ぶらしいんですけど、大人はそういう教育受けてないとさ、歩道本来走っちゃいけないんでいうの分かんないかもしれないな、傘差しとかね、だからこれはとってもいいと思います。私も都内ですけど、危ねえっていう、自転車何度もヒヤッとしてますんでね。自由移民と在留資格特定技能、2024年からの5年間で外国人82万人を受け入れる方針、2019年の制度開始からの5年間の受け入れ数の倍の人数、建設造船、介護農業、林業漁業、食品生産業、自動車運送業、トラックドライバーか、鉄道、木材生産など、特定技能2号は家族帯同で無期限就労が可能と、自由移民党による永住権の大安売りですね。あとね、5年間で82万人受け入れで、それで帰るのかっていうと帰らない、永遠に無期限に就労できるから、それじゃ増え続ける一方じゃんかって思いませんか、思いませんか。まあ国籍とか帰化とかはしないんだろうけど、永住権の大安売りだな。で増える一方だな、5年間で82万人、次の5年間で200万人とか入れたら増える一方じゃない、これ、やばいっすね。世論です。治安悪化不可避、移民法来た、すぐに Uber Eats に転向する現実、下級が大量にいないと上級国民の生活が維持できないからな、税金泥棒のクソ野党さん阻止して、いよいよ本格的な移民政策開始だな、これで日本人の賃金上がらないの確定、永住していいなら文字通りの移民だな、国の根幹が変わる可能性大、安易に労働力を確保しても長期で見れば害悪にしかならん、コンビニ店員が特定技能っておかしいだろ、これ増える一方ですね、無期限就労だったら。実習制度なんていうのは3年で帰れみたいなありますけれども、農業、漁業、林業など一次産業はね、外国人に握られるのって安保上どうなんだと、家族帯同で家族で無期限就労が可能って、これってね、失業したりね、ウーバーに転職したら取り消せんのか、私漁業頑張りますって言って、よっしゃよっしゃって言ったの、すぐにね、仕事きついから辞めました、ウーバーに転向しますいうのを取り消せんのか、この無期限就労資格っていうかさ、就労ビザっていうか、いい人ぶりたいね、お花畑自民党が在留資格停止と送還を無慈悲に粛々と実行できんのか、できないと思うよ私、お花畑でいい人ぶりたいから。川口クルドみたいにですね、特定国民が集まって町乗っ取る恐れないのかって、無期限就労を永住して、永住っていうかずっといていいっつうんだとさ、川崎ベトナムとかさ、相模原ミャンマーとかになっちゃわないか。安倍総理の頃の実習制度はですね、無期限就労可能じゃなくて内閣府諮問会議の議事録でもですね、移民政策と誤解されないようきちんと説明をって慎重だったんですよ。不人気業界で働けば無期限就労家族もできるって、移民促進の永住権の安売りに他ならないですよね。しかも家族もだもんね。経団連あたりから労働力確保してって言われてやってんでしょうけど、国家の根幹に関わる恐れ、国家の根幹が変わる恐れ大ですね、これ。やばいっすね。そのうち日本人が少数派になっちゃったりなんかして。経団連のじいさんらはね、俺が生きてるうちは大丈夫だろう。あとは野となれ、山となれ。なんだろうな、きっとな。これ、やばいっすよ。無期限就労可能ってずっといていいって、あと増える一方なんて、やばいよね。親が地域に溶け込み、子供が長期間日本で教育を受けている
不法滞在者に特別在留許可を申請、続報、審査は個別に行う、ガイドラインに例示を増やしていく、具体的な例、こういう場合はこう、こういう場合はこう、仮放免中に失踪したものは認めない、そうであります。世論です。ややこしいから一律に認めるな。地域社会に溶け込んでるって、そんな曖昧な。産んだ者勝ち、やめろ。不法滞在者の子供は不法滞在者だぞ。真面目に手続きして合法滞在してる外国人に不公平じゃん。まずは増やすなよ。国家のフィルタリング機能が壊れてる。最低でも送り返せよ、不法滞在なんだから。条件の隙をついてくるんだから、つけちゃダメ。条件つけちゃダメ。親が地域に溶け込み、ちゃんと働いてて、犯罪や危険運転、クルドカーみたいなさ、してないやつってことなんでしょうかね。不法滞在者ってそもそもちゃんと働けんのか、雇用しちゃダメなんじゃそもそも。仮放免中に失踪したものは認めない。失踪しっぱなしなら、所在不明、行方不明なんだから、認めるも何もないんじゃないの。失踪後に出頭あるいは発見されたやつは認めないってことなんでしょうかね。差別だってパヨとゴミマス騒ぎそうですね。審査は個別に行う。法務省にですね、審査部署ができて、役人が何人かかかりっきりなんで、税金の無駄ですよ、こんなの。こういう費用に充てるために、やはり外国人からですね、滞在税を徴収すべきなんだよな。通訳雇ったり、外国語を表記したり、すんのに余計な金かかるんだよね。不公平になるので、当然、永住者からも取るべきです。外資系企業の出向者には苦にならないが、出稼ぎバイトには払えないぐらいの金額でね、例示を増やしていく。こういう場合は認める、認めないという実例を増やしていくってことですかね。なんか甘々になんなきゃいいですけどね。法務省が想定してるのは、多分ですね、最大で5年滞在できる、技術、人文知識、国際業務、企業内転勤、経営、管理、技能、工業、教育、研究、医療、芸術、宗教、報道、法律、会計事務、教授の就労ビザが切れた不法滞在者を想定してんだけど、まあまともな人材っていうか、まあ専門的な人材ですね。最大で5年間滞在していいよっていう就労ビザもらえる。今後は実習制度改めですね、育成就労制度っていうので、大量に出稼ぎ外国人を入れようとしている自由移民党ですが、就労ビザもらえるような人らは、切れる前にきちんと取り直しするんじゃねえの？延長っていうかさ、うっかり執行とか、ごくわずかですよね。そんなものも、そんなごくごくわずかの面倒も見なくちゃいけないのか、税金使って。川口のクルド人たちはですね、就労ビザもらえない連中、教授でも報道でも、教育でも何でもね、誰でももらえる観光ビザ3ヶ月で来日後にですね、難民申請で居座ってるんじゃないかと思われます。なんだ観光ビザ、パスポートをトルコ政府からもらえて、大統領選挙にも投票できるって、全然弾圧されてねえじゃんか。って思いませんか皆さん。片山さつきさん、川口クルドはほぼ難民申請中の不法滞在者、国会で言ってたんで、そういう連中なんじゃないかと思われます。2回まで、審査2回までになったから、川口クルドもどんどん減ってくんだろうな、多分な。クソ生意気なこと言ってさ、あいつ、マヒルとかいうやつもいなくなっちゃうといいんですけどね。その他のニュース、岸田総理、少子化を食い止めないと、経済と社会のシステムそのものの維持が困難となる。安く働く下級が減ると、俺ら上級国民の生活が維持できないって聞こえんですけど、皆さんどう思います？いきなり人口がね、ガサッと減るわけじゃないんだから、緩やかに人口減少するのに、社会システムを合わせていけばいい話であって、安易にですね、外国人で補充しようとするんだ。自由移民党は。それ、痛み止めにしか過ぎなくてですね、しかも後々、猛毒に変化する、湿布かなんかですよね。湿布。ああ、肩凝ったっつって湿布貼って痛み止め。で、後から猛毒に変化するの。安易に外国人補充して、人口減少。
に何とかしようとしてね、おかしいよ。2022年度の岸田総理個人パーティーは7回開催、合計で1億5367万円の荒稼ぎ。稼いだなぁ。1回2000万円以上集めてんなぁ。なんかイラッとしますね。これじゃ総理になりたい、しがみつきたいわけだよね。これらの金は一体どこ消えてんだろうな。こんだけね、金集められるんだったら、安倍総理みたいにですね、議員報酬、国庫返納しろって。国庫返納しろ。安倍総理ずっと2割ばかしの、報酬、返納してましたよね。岸田は、全額、こんだけ金集められるんだったら、全額返納しろ。まあ、勝手なこと言ってますけど。令和山本太郎、能登地震ボランティアが叩かれたのは、政府の初動の遅れを隠蔽するため。これ陰謀論ですかね。物事には必ず悪意がある黒幕がいるみたいな。そういうのは社会正当バイアスっていう認知の歪みらしいんですけどね。気になる方は検索してみてください。お前がドヤ顔でカレー食ったと言って意見が多かったでありました。お隣さんの経団連本部と年頃な日経新聞、日経新聞本社が経団連本部の隣にあります。あえて非正規雇用を選ぶ人もいる。謎の社説載せてしまいました。経団連からですね、バイトが足りない、非正規が足りない、派遣の値段が上がってる、応募に来ない、なんとかしてって、言われたんですかね、お小遣いと一緒にね。非正規雇用はお前らの奴隷じゃねえ、ねえがんな、という話であります。しかしなぁ、5年間で82万人受け入れて、そいつらがずっと入れて、で、どん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 追加で入れて、これやばいっすね。日本、滅ぶんじゃないんだよね。日本人の方が少数派になっちゃうね、これ。やばくね？やばいっすよね。私やばいって思うんですけど、これ。自民党、なんとか歯止めかけないと、安易なね、外国人で補充すればいいや。人口減少、安く働くやつ、欲しいわ。いうのを止めないと、やばいっすよね。やばいなこれ、本当にやばいと思います。というわけで、日本改革党ご支援ください。メール党員になってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。